自宅で算数の勉強をする小学3年生の男の子生まれつき耳が聞こえず日本手話を使って生活しています。 そのため日本手話で授業が受けられる同日の札幌老学校に通っていますしかし今年4月担任になったのは日本手話がほとんどできない教師だったといいます そもそも、日本手話と日本語対応手話にはどのような違いがあるのでしょうか。すべての授業を日本手話で行っている全国唯一の私立老学校、明星学園の教頭に聞きました。 例えば「いつもと違う席に座る」という言葉をそれぞれの手話で表現すると次のようになりますまずは日本語対応手話の場合次に日本手話の場合その差は一目瞭然。 日本語対応手話は日本語の文法に手話の単語を当てはめるのに対し日本手話は手の形だけでなく肩をすぼめたり顔の表情をつけて表現します。 男の子の母親も学校に対し、何度も日本手話で授業を行うよう求めましたが、改善されることなく、やがて男の子は担任が授業を行う日に登校できなくなりました。男の子は 教育を受ける権利を侵害されたとして学校を管轄する道に対し550万円の損害賠償を求める訴えを起こしました今日札幌地裁で開かれた1回目の裁判では母親が日本手話を使って道と学校には老児の立場に立って日本手話で授業が受けられるように1日も早くしてほしいと訴えました一方の道側は 訴えを退けるよう求めて争う姿勢です大好きな学校に行けなくなった男の子とその母親望むことはただ一つだけです